Kashiwagi-san. Kiryu! Nishiki. Omae, daijoubu datta no ka? Oi, maji ka yo, yoku korosare nakatta na. Nanto. Daga kore de, ore kitchiri Dōjima gumi wo hamon ni natta. Soka. Sore ja, oyasu-san mo mou daijoubu tte koto ka? Oyasu-san no koto wa mada da. Ore no nuregiru ga harunai kagiri, Dōjima gumi wa oyasu-san ni sekinin kabuseru kite iru. Nande da yo? Omae ga mou kumi wo nuketa tte no ni ka? Aa. Tada sore demo ippo zenshin da. Dōjima no daimon ga hazureta ijou, kokkara suki ni yarasete morau. Kuze wo tsukamaete, shinhannin no idokoro wo hakasete yaru. Sou da na. Wakatta. Sore ja toriaezu Kashiwagi-san ni mo tsutae naito. Ikou ze. Iya. Ore wa toujoukai kara hamon sareta ningen da. Mou Kazama gumi no jimusho ni wa haerenai. Kashiwagi-san ni wa omae kara tsutaete kure. Oi, nani itten da yo, mizukusei na. Ii kara koi itte. Semete mono kejime da. Nishiki. Kitchiri suji wa tousu. Suji tte? Omae wa nani mo warui koto shite nei no ni yo. Dattara omae, kono ato apaato kaeru daro? Ore mo sugu iku kara. Kuwashii hanashi wa soko de kikasete kure. Wakatta. Ja, ato de na. Thank you.
前死ぬぞこら。後悔するなよ。俺だ、キリュウ。入るぞ。ビールしかねえぞ。分かってるって。他に期待しちゃいねえ。錦、あれから柏木さん何か言ってたか。いや、何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てから、またすげえ勢いで冷麺食ってたよ。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。だろ。そうか、あのクゼが縁故詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえもんだ。ああ、だがまだこれからだ。若頭補佐の3人のうちの誰かが殻の一粒を手にすりゃ、風間のおやっさんは組を追われる。それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。殺に目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけどよ、キリュウ。実はな、東光クレジットの社長さっき殺されたぞ。何？ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一つぼにおびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼは、あいつはそんなに簡単に人を殺すのか。あのバカ何だってやるさ。てめえの身を守るためだ。だからよ、正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えねえと。他のやり方？いや、そんなもんがありゃ苦労しねえだ。錦、お前立花不動産って知ってるか？あ？立花不動産？組を抜けた後、その橘って男が来たんだ。殻の一粒を手にするために協力しろとな。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。おい、待て、キリュウ。俺知ってるぞ、この橘不動産。奴ら殻の一粒にまで手出そうとしてんのか。どういう連中なんだ橘不動産は。町に事務所構えてるような真っ当な会社じゃねえ。俺も聞きかじりだけどよ、一言で言え、
カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り？ああ、今カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを東上界の極道たちが仕切ってる。だが立花不動産はそのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。鉄の壁に穴を開ける。どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ、空きになった不動産を転売するって話だ。たとえ登場会のケツ持ちと勝ち合おうが、お構いなしにな。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が群がってる。けどその中でも立花不動産は札付きだ。登場会本家も連中を排除しようと追ってるらしい。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白くなるな。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか立花の腹が読めねえ。なら明日少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値はある。いや、調べんのは俺一人でやる。あ？お前が俺と一緒に動けば道島組に目をつけられる。お前は関わるな。キリュウ、組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ。おい、
Oh, yeah!
いらっしゃいませ。ありがとうございます。
何？ああ。ん？はあ？
Mm-hmm.